愛も変わらないというところでしばらくの間ご辛抱をいただきます。大変にこの冬場というものは寒くなる、これは当たり前のことでございますが、なんかそのいろいろと地球に異変が起こっているんでしょうか。なんかこの冬も冬だなというような寒さというものがあんまり訪れてまいりませんでね。まあ今日あたりはだいぶ冷え込んで、冬らしいなという気分でございます。どうも私はどちらかというと暑い方が好きですね。人間にとって寒い方がいいのか暑い方がいいのかよく分かりませんが、どうもなんか寒い時にこの病人にとっちゃよくなくてお亡くなりになる方が出てきたりね、いろいろでどうも寒い方が人間によくないんだろうなんて思ってるってえと、中にはそんなことはないとね、どうも暑いな、この体がだらっとしていけないし、なんかこうやっぱり具合が悪くなる、寒い方が体がキュッと締まっていいよなんて言いますが、人それぞれですね。なんかこう活動的な方はやっぱりこの寒い時の方がよろしいようですよ。どうもなんかこう、どちらかというと道楽門と申しますか、怠惰な暮らしが好きだなんというような人はあったかい方がいい。私なんかもどっちかというとあったかい方がいいね。寒いのはいけません。もう寒くってで忙しくって金がないという、これが一番体によくない、ね、あったかくって暇で金があるという、これが一番体にいいような気がしますね。もう寒いって言うとなんか私なんかこう、食べてもなんかこうどっちかっていうとうまいとあんまり思えない。でこの体こう固くしますから肩が凝ってきたりなんかしてね、それに伴って今度は夜なかなか眠れない、しょうがないからうんと酒飲むなんていうことになってくると寒い方が良くないんですよね。それにやっぱり世の中としてはやっぱり寒いってと暖を取らなきゃならないからってんで火を余計使いますんで火事というようなこと、これもまた大変に問題でございます。今はもうその寒さ暑さそういうことに関係なく火事というものが起きるようですけれども、昔はそうじゃん、やっぱり寒い時期になるってえとどうしてもこの火を扱いますんで火事というものが多く起こります。とりわけ江戸という頃はもう大変に火事が多かったそうですな。この江戸という町はあの地形の関係でしょうかね、いわゆるこの筑波卸なんというのがこの吹き抜ける飛んで抜けていきますから、もう火事にはもってこいと申しますかね。火事の方にとってみるってと大変にありがたい風のようですな。ですから大火が随分ございまして、で江戸の町はすっかり焼き払われるってと、これじゃいけないってんで立て直すね。でまた火事に遭う、そうするってとあそこは具合悪かったからこういう大火になったんだからなんというんで、もう火事があるたんびに町の様子が変わっていく。そしてどん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 町が大きくなっていったなんてことを伺いました。まあお上も大変にこれは頭を痛めましてというのが、ご自分たちのその住まっている屋敷、あるいはこの、このいわゆるお城というところも火事のその被害を被っておりますから、なんとかしようというんで考え出したのがいろは48組の消防の組織ね。それから各町内に火の番小屋というものを置きまして、そこに常夜灯の火の回りというものを置いたんだそうですね。これを俗にこの番太郎詰めて番太なんて言いまして、これが火の回りをする、まあ、安全かと思ってとこれがあんまり安全じゃないね。この番太になるという人は血気盛んな若者というわけには参りません。血気なんというものはもう何十年も前になくしちゃってね、こう世の中そっと生きているというような方ですな。若い自分に道楽は元で世の中やり損ねちゃったなんというような人が年を取ってから何もすることがないから、一つま町内に雇ってもらいましょうね、番太にでもしてもらうじゃありませんか、よろしくお願いしますよなんてんでなるんですから、まあ、大変にこの頼りないですね。まあ道楽もんですから寒い自分表をこの回ってくるね、シラフじゃとても回れないからなんてんでいっぱいグーッと引っ掛けて、そして回ってまいります。で火の番小屋入るってと
日があります。表は寒いね、だから出ていくのが嫌になっちゃって、そこにこうあったまりながらうと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 居眠りを始める。すぐそばから火の手が上がった、それを気がつかないね、早くに気がつきゃぼやで済むやつを大火にしてしまったなんていうことがよくあったんだそうですね。でこうなるってと、これはもう物騒で人に任せておくからいけない、自分たちの財産なんだから自分たちでもって守ろうじゃないかというんで、それから、一軒から一人ずつこの番組へ出張ってまいりましてね、みんなでもって火の回りをする。早い話が町内の旦那方がみんなでもって揃って火の回りをしたなんていうことが、あったんだそうですね。でこれをまたきちっと回っているかどうか改めて歩いてるお役人がいたりなんかいたしまして、こんばんは、ご苦労様、ご苦労様でございます、大変に今夜お寒い、いやもう寒うございますよ、皆さんどうお揃いになりましたか、あそうですか、ご苦労様でございます、ちょっとお待ちを願います、出かける前にね、月旦那私からね一言申し上げたいことがございましたら、それと申しますのがね、毎晩これだけの人数でドロドロ火の回りをするのは私は大変にね無駄なような気がいたしますんで、いかがでございましょうな、これをね2組に分けましてね、まあ、仮に1の組といたしますな、2の組、で、1の組が回っている間2の組は子供って、休んでていただく、1の組が帰ってきたら入れ替わりに2の組が出ていく、今度は1の組はここで休むとね、カールガールに回っていたら皆疲れなくてよかろうと思いますが、皆さんいかがでございましょうな、おさえでございますか、それは誠に結構ですな、いえ私なんだ年を取っておりますんで、ぜひともそうしていただきたいもんでございますね、皆さんよろしゅうございますな、月間さんぜひともそう願いたいもんで、さえでございますか、ご依存がなかったらそういたしますが、よろしゅうございますか、あそうですか、ではあこそういたしましょう、ではね、まず私がね言い始めたことでございますから、私が、1の組の方の長を務めます、終わり屋さん恐れ入りますが2の組の方を取り仕切ってくださいましな、それでは1の組伊勢屋さんすいませんお付き合いいただきます、鳴子をお持ちいただきたい、それからね、黒川先生正式を持ってくださいまし、それからあのたっちゃんお前さん金棒だ、それからあそうすけさんお前さん提灯持ってくれ、じゃあこれだけ1の組でございます、ではこれだけで回ってまいりますんで、後の方は2の組どうぞここで休んでてくださいね、じゃあ皆さん出かけますよ、ちゃんとお持ちになりました、あそうですか、じゃあ、1の組行ってまいります、どうぞ行ってらっしゃいまし、どうぞごゆっくりお回りを、いえそうはまいりません、すぐに戻ってまいりますね、どうどういや寒いございますな、風が冷たいったってありゃしません、顔が切れそうではね、どう風邪ひかないようにみんな気をつけなくちゃいけませんよ、どう、それからね、怪我しちゃいけませんからね、皆さん足元を気をつけて、おっとっとっとおいちょっとおいそうすかそうすか、ダメだよ一人先にスタスタ行っちゃね、もっとみんなと一緒に歩いておくれね、皆さんの足元を、照らしてくれなくちゃ困りますよ、そうそうそうゆっくり行っておくれ、どうも寒うございます本当にね、こんばんはまた伊勢屋さんは、ご主人自らのご出陣で、恐れ入りますな、いえどういたしましたありがとうございます、いつもはね番頭がお世話になっておりますが今日風邪をひきましたな、いえ番頭だけじゃございません、家内中風邪をひいておりまして、もうとにかくね、小僧に至るまでもう咳、鼻水大変でございますね、達者なのは私とばあさん、ばあさんよこすわけにいかないんで私出てまいりましたんでございますが、いやしかしバカな話でございますな、何がでございます、だってそうじゃありませんか、奉公人があったかい布団の中でもっていい心持ちで寝ているところですよね、みさらあるじやこうして寒い中日の回りをするなんてこんな魔尺に合わない話はございませんよ、文句言っちゃいけませんよ、昼間一生懸命奉公人が働いてくれてお宅の信頼が大きくなるんでしょ、大きくしてもらった信頼をですよ自分で守るというのは誠に結構な話じゃございませんか、それは話は結構で、話は結構ですが、やっぱり寒い寒いったって仕方がございません、冬ですから当たり前です、皆さんで気をつけなくちゃいけませんですからな、それよりもね、皆さんにこの音の出るものをお持ちいただいてるんですが、なんか音が聞こえてきませんな、まともに、石田さんあなたは鳴子をお持ちいただいてるんですよね、鳴子のカラカラっていう音が聞こえません、なんかバサバサ言ってますがどうしてカラカラって音が出ないんです、どうもすいません、あんまり寒いもんですからね、懐に手を入れたらこれもうとても出す気になりませんね、仕方がございませんので鳴子についております紐をね、帯のところに挟みましたら前へぶる下げて歩くたんびにこうやって膝で押してるんですがなかなかいい音が出ない、あ出ませんやあたね、え無性なことしちゃいけないなね、あ黒川先生あなたの方もどうしてたんです、おかしいですよ、チャーンチャーンという音が聞こえません、なんかコツコツ言ってますがどうしてそんな音になるんです、あまりの寒さに正直も
ども一旦たもとの中に入れましたところ、なかなか出たがりません。仕方がございませんので、たもとの中に入れといたまんま、こうしてコツンコツン、嫌な音だね。どうも武将をするからそういうことになるんでしょうね。おい達さん、お前さんどうしたい、金棒の音は聞こえないよ。あ、そうですか、聞こえませんか。ほら聞こえるでしょ、ズルズルズルカタンパチャン、ズルズルズルカタンパチャン、嫌な音だね。なんでそんな音になるんだい。どうも金棒が氷みてえに冷たくなっちゃってるんでね、とても握っちゃいられねえんですよ。しゃあねえからね、紐に指引っ掛けてこう引きずって歩いてるってえとズルズルと音がしてるんで、こいつは小石に当たるってえとカターンと音がしてね、道歩い飛び込むってえとパチャーンと音がして、嫌な音だね。威勢よくチャリンってやってもらいたいな。どう、それからね、黙って歩いてちゃいけませんよ。ね、火の用心、火の回りと言って歩かなくちゃいけない。あ、宗介さん、お前さん一番先歩いてんだ。一つ言ってくれるかい？え、お願いしますよ。あ、サイドワンスか。私やったことはないんでワンスがうまくできるかどうか分かりません。まあ一応やってみましょう。火の用心、火の用心、火の回り、火の用心、火の回り、火の回りはいかがですな。売ってちゃいけないよ。しょうがないね、不器用だなと。ああ、そう、黒川先生、あとはね、歌いでもってね、喉を鍛えていらっしゃるね、一つやっていただけませんか。さようでございますか。私も初めてでございますんで、うまくできるかどうか分かりませんが、まあやってみます。はい、あ、うん、コツンコツン、火の用心、火の回り。ダメだよそれじゃ。しょうがないな、どうもな。もうちょいと柔らかく言ってもらいたいが。ああ、そうそう、伊勢屋さん、あとお願いしますよ。若い自分からいろいろとお稽古等をなさってらっしゃるね。声を出しつけてるんですから、一つお願いしますよ。いえ、それがダメなんですよ。このところちょいと喉を痛めてましてね。調子が出ないんでございます。あなた、その色っぽいこと言ってちゃいけませんよ。ね。別におさらいへ出ているわけじゃないんですから。いいじゃありませんか。ね。あなた、声を出しつけてんだから、スッと出してくださいよ。いえ、それがスッと今ね、どうも、言われましたな。どこで誰が聞いてるかわかりませんから、そんなこと言わないで、あなた。ちょいとやってください、お願いしますよ、頼みますから。うん、そうですか。他の方から言われりゃ私お断りするんですが、松木番さんから言われたんじゃ、お断りするわけにいきませんね。まあ、やっちゃいますがね、いい声が出ればよろしいんですが、ちょいとお待ちを願います。どうもね、こういうことをいきなり言われるというのはね、いついっかと言われりゃ、それは私もね、それなりに支度をいたしますけれども、急に言われるというのはなかなか声が、うん、あ、あ、うん、あ、うん、なかなかこの、いい声、あ、あ、おお、うん、うん、おお、おお、大変な騒ぎだね。どう、大丈夫ですか。まあなんとかなるだろうと思いますけれども、言われましたな、どうへ、うん、チンチンチン、おや、三味線が入れ、三味線が入らないって言った私声が出ないんだわね。日のようじん、日のまわり、互いに日のもと気をつけ、自分で一人で気持ちよくなってたって、それじゃあ何もならないでしょうね。お家の中にいる人にまで聞こえるようでなくちゃいけないんだよ、たね。しょうがないな、どう。おい、タッちゃん、なんとかなんないかい。どうも、あんまりバカバカしいんで、冷たい金棒を握っちゃいましたしゃ。ただね、お仕事衆には無理でござんすよ。ああ、こいつはね、まあ、なかなか、あっしなんざはね、若い自分には道路が元でもって、うちを感動されちゃってね、吉原の頭のところに転がり込んで、日の丸のお手伝いいたしました。まあ、お仕事衆にはちょいと無理でござんすね。またあいつはね、なりがようなんですよ、なりが。腹焼きにも式でござんすよ。刺し子の長番店を着てね、そろばん棹の三尺を締めて、首のところに豆絞りの手拭いを結んで、ね、左の方の手に、弓針をこう持って、こっちの手で持って、こう金棒を、こういう具合に、チャリーンとこうついて歩いてるね。そうするってとね、まあ女なんざみんな心配してくれて、おや、日の回りじゃないか、ご苦労さんだね、こっちに来て一服しないしな、なんてんでね、あっちからもこっちからも、まあ、季節の雨が降るようだ、何を拾ったんで早くやってるのやりますよ。こんな具合にね、チャリーンと日の用心差し上げやよ。なるほどね。
結構でござんすな月花さん、よろしいじゃございませんか。何ですかね、日の回りに歩いてるようじゃございませんよ。なんかこう吉原冷やかして歩いてるようで結構ですね。本当ですね。どう恐れ入り出したよ。おいタッツァ、もしなかなかなんだね。いい声だね。若い自分にはこの声に随分女が迷ったんだ。余計なこと言わなくていい。早くやってくれ。わかりました。チャリーンと、お二階を回らさりゃしょう。なんだいその芝居の方法法ってのは、北風に声が震えてるんだ。話が細かいねのさ。入りましょう。ただいま、ただいま帰りましたよ。おや、まあ大層お早いお帰りじゃございません。いえ、んなことはございません。ゆっくり回ってまいりました。さあさあどいてください、どいてください。入れ替って入れ替って、さあさあ皆さんこっち、一の組の方、さあ二の組、何ぼんやりしてるんですよ。早く早く、回ってください、早く出かけて。分かりまして、そんなに追い立てるようにしておくたって回りますよ。表は大層寒いんでございましょう。いえ、んなことはございません。春のようにポカポカとしてるようにそれやった。じゃあ二の組出かけますよ。じゃあ行ってまいりますよ。どうぞごゆっくりお回りを。仕返しですよ。どう。さあさあもっと皆さん火の方へ寄って、火の方へ、あった、立った立った、そこピタッと閉めてくれ、ピタッと。上塚ばかり開いてるってと帰って寒いんだ。もっと火の方へ寄って、火の方へ、なななこれっぱかりの火じゃどうにもしょうがない。おい、そうですか、あの炭取って。そうそう、炭取りよ。いやいや冗談じゃありませんよ。後から帰ってくるのは分かってんだからね、もっとちゃんと火をどん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 起こしといてくれなきゃ。本当に炭をついてくれなきゃ困りますよ。本当にしょうがない。いやいやいや、そりゃそうですよね、後のもんのことを考えなきゃいけませんね。本当いやいや、大丈夫だ。いやもうね、こうやっときゃすぐに起きますがね。とやっといてくれればいいじゃありません。自分たちだけ温まればいいってもんじゃございません。どうぞどうぞお呼んでおります。どうです。鼻でも耳でもまるで氷だ、冷たいね。寒くない。ご苦労様で、ご苦労様でございます。皆さんね、お誘いしたんですがね、悪い方にお誘いして誠に申し訳ございません。いや、お誘いしたことはね、別に悪いと思ってしたことじゃないんだがさ、一度組にしちゃったのがまずかったね。これはね、二の組の方がよろしゅうございました。いや、一の組の方が先にね、お役御免になると思って皆さんお誘いしたんでございますよ。ところがね、これはなかなかそういうもんじゃございませんな。一の組はね、ろくに温まってないうちにさーっと寒いところに出てきましょう。すっかり冷え切って帰ってきてね。で、温まってたって、なかなかこれ温まるもんじゃございません。そのうちにすぐに二の組帰ってきちゃう。そうすると、温まりきらないうちにまた寒いところに出てくるんでしょ。だからまた冷え切っちゃいますよ。だからこう、始終寒い思いをした。これに比べるってと2の組はね、まずはじめにそう、よく温まりますからね。よく温まっていて、1の組は帰ってきたらすっと寒いところに出てくるんでしょ。それほど冷え切らないうちにまた帰ってきてまた温まるんですね。で、特別あったかい思いをしてるってやつですよ。ですからこれはね、2の組の方のが得でございましたね。誠に愛すいませんでした。いえ、どういたしまして、いつもお世話になっております。ありがとうございます。それよりも月満さんの前でございますが、実は出掛けに娘が年を取って、寒い中日の回りをするから、風邪をひいてはいけないから、これを飲んだらばどうかと福部に酒を入れて持たせてくれました。これを皆様で、少しずついただくというのは月満さんいかがなもんでございましょう。先生何をするんです。お酒をお持ちになったんですか。バカなことをされちゃ困りますよ。ここは茶屋小屋じゃありませんよ。日の番小屋、番小屋でもって酒なんぞ飲んでた後いいと思ってるんですか。もしそんなことがお役人に見つかっておらんない、どんなお咎め受けるか分かりしませんよ。本当に私たちが仮にそういうことをしていたら、なぜそんなことをするんだと、いさめなきゃいけない立場にあるんだって先生。本当にまあ困るじゃありませんか。いや、それは誠にどう、いや気のつきませんことで申し訳のない、申し訳のないじゃありませんよ。本当にまあいい年をしてんと。こんなもの持っておられて困るじゃありませんか。おい、タッツァ、そっちやってきな、そっち。本当にまあこれからもあることですから気をつけてくださいますよ。みんなこの月番にかかってくるんですから。本当にそういうことを平気でやられるんだから、タッツァ、その土瓶ね、中のお茶開けちゃってきれいに薄いでさ、ひょうたんから酒をそっちに移しなさい。いっぱいになったら蓋してこっちに持ってきなよ。まったくね、そういうことを少しは気にしてくれないと困りますよ。本当に一言断ってくれりゃ、私だってこうしなさい、ああしなさいっていろいろある。いきなりさ、とんでもない話だ。いっぱいになったこっち行くの。
本当にもうね、こういうことをされちゃ困るんだからね、みんなに迷惑がかかるんですよ。もっちゃん、月番さん、あなた何をなすってる、何をなすってるって見りゃわかるじゃありませんか。火の上に酒があるんですから、おかんがつくでしょ。勘をしてどうなさる、どうなさるったって冷やで飲んじゃ毒だからおかんをして飲むんです。今あと飲んではいかん、そりゃそうですよ。ひょうたんから出る酒飲んでちゃ具合が悪いん、土瓶から出る煎じ薬だったらどうてえことはないん。はあはあ、なるほどね、私だってちゃんと持ってきたの脅かしちゃい。そりゃそうですよ、こんなことね、さんシラフじゃとてもできませんよ。あたしずっと考えてたんで、だからお誘いしたんでは、おい、たった、こっちやっといてくれ、そっち、そうそうそう、こっちはなくなってきたらね、こっち足すんだからね、どうもね、これどうって体が温まりますよ。月間さん、なんでそうした、実はね、私ね、皆さんがそのお酒をお持ちになるんじゃないかと思って、こういったようなものを持ってきたんですが、いかがでございましょうな。なんだいそら、肉じゃないか。獅子の肉、はあ、これはまた結構ですね。いやいや、ほらね、寒い時には何よりなんで体が温まるんだ。おお、そうですか。ちょいと皆さんご覧なさい。肉を持ってきました。獅子の肉ね、ちゃんとネギも添えてあるし、味噌もちゃんとつけてきましたよ。ね、結構ですな。いや、何かい、うわあ、子供ってその獅子鍋やってくれるの嬉しいな。どうも気が利いた、あなた。いやだけどダメだ。気が利いてないね。そこまではよかったよね。こういうところにはね、鍋なんてものあったないんだよ。そう思いましたんで、鍋はここに背負ってるんでござる。鍋背負ってきた、えらい人だね。そういやお前さん、今夜やけに猫背だと思ってた。鍋が入ってた、お酒いりましたね。いや、すぐやってくれるじゃないかね。この日で大丈夫、ああそう、いやもうだいぶ起きてきたからね。いやいや、このね、土瓶の脇で結構だろうね。じゃ一つこんとこでもって、思うように一つやってくれ。なんかあったら言ってくれ、手伝いますよ。ああそう、よろしくお願いしますね。あら、楽しみだな、どう、ああそう、たった、あのね、シンバリ買っちゃってくれ、シンバリ。人がいきなりスッと入ってくるって言うと具合が悪いから、そうそうそう、そうそう、それに、すぐに逃げるかい、すぐに逃げる、ああそう、じゃあ一杯やって待ってるじゃありませんかね。じゃあちょっとね、悪いけど、皆さんにお湯飲みを配って、お湯飲みを、すまないね、そこに座ったのが身の因果と諦めて働いてくれ、いろいろ用が多いよ。どう先生、どう、ありがとう。皆さんに、もう、みんな配った、あそう、じゃあ一つね、いやもうさっきね、もうだいぶあったかくなった、これだったら大丈夫、じゃあやりましょう。何をしてるの、どうぞ、これは楽しみだな。さあさあ、伊勢屋さん、行きましょう。もうこういうね、何よりもね、楽しみという、さあそうそう、やってくれ。いや、二方にばかり回っちゃうってと損するよね。一杯やりながら煮ておくれ。どういたしまして。さあさあ、たったお前さんも行こう。どう、ありがとう。様子がおかしいね。なんか酔ってるようだね。少しね、飲んだ少しって、さっきまでシラフだったの。いつどこで飲んだ。いや、さっきひょうたんからその土瓶にお酒をこう移したでしょね。そして土瓶いっぱいになっちゃったんで、ひょうたんの方にまだだいぶ残ってたもんですから、捨てるのはもったいないから、私は急と、おいこっちがなくなってきたら他社員だから、無理に一気に飲むことはない。まあ、このたは言わないよ。今度はね、一つであったかいのやんなさい、あったかいの。あ、そうですか、どうも恐れ入りますな。石原さん自らこのお酌なんぞをして、くだすって恐れ入ります、どうも。それじゃあ、ただいますぐどうなんですか、ちょっとお待ちをね、皆さん、ありがとう、どう、それじゃあ一つ参りましょう、お互いに、ご苦労様な、どう、いただきます。いやー、結構なさ、あったかいのがこのままたギューッと入ったくってのこれなんとは言えないもんな。どこのですか。バカに立ちのいい酒だ。そうですか。恐れ入りましたね、どう。結構な、さあさあ、まあ今いいですか。さあね、そうゆっくりやっちゃいられないんだから、どんどんやらないってと。どう、そうっすか。あそう、そっち、あなるほど、味方の方に一生懸命、あなるほど、じゃあ伊勢さん参りましょう。あったそういや、そう、何もね、そこまでせかしちゃいないんですよ。ゆっくりやらないというだけの話、何も一気にキャーッと飲み干すことはないね。
ねいいじゃありませんか、ゆっくり行けさ。私がね、あの継ぎ足されるのが大嫌いなんだからね、何杯飲んだか分かんなくなっちゃうでしょ。なんか損したような気がするんでね。だからいっぱいつきっちりいたらしい、恐れ入りましたね、どう。なかなかお年の割には達者だね、どう。恐れ入りましたわね。もうとにかくね、もう他にもう楽しみはないんでますから、もう何よりもこれだ。どこへ遊びに行ったってそれほど面白いことはございね。それはね、女の子はそばにいた方がね、いないよりはよくだ、いないよりはよくだんですけど、だからってどってわけじゃないね。とにかくね、向こうがね、子供をあやすように機嫌取ってくれるだけですから。面白くもなんとおらよ。大丈夫ですか、気をつけてくださいよとかってその女の子にいたわられるようじゃもうダメだわね。稽古も取ったってね、もう若い自分と違って声は出なくなっちゃったし、それに物覚えが悪くなりましてね、もういつまでやってもね上がらないんだね。教えてるおっさんの方がイジイジしてくるようなね、もうそうなるってとこっちもね、今までのような調子じゃ声も出ませんしね、もうしょうがないですよ。だから勝手に歌ってるというようなわけでね、まあ、あとはこの酒です。これですよ、何より、もうこれが楽しみでね、もう私はねもうこれをずっとやってるもんですから、他の者はみんな風邪ひいてるのに一人で達者でいられる、これはみんなお酒のおかげだね。これいただくってとね、体温まりますし食は進むし夜分よく眠れますからね。こんな結構なものはございません。酒は百薬の長なんて言いますが、私は全くだと思いますよ。おっしゃる通りであった。そうですよ。ほら、どんな名人名医の調合して薬だってね、飲んですぐに効くなんていうものはまずありませんよ。長いことこういただいてて、そのうちにだん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 効いてくるね、そういうもんですよ。ところがこれはそうじゃない。キューッと飲みましょうね、ずーっと入ってってここに収まる途端にもういきなりじわっとくるんですからね。そんなにね結構な薬なんてものはございません。本当ですよ。これはね、やらないよりはやった方がよいな。結構だ。いや、あのね、寒いところこう歩いてきましたでしょ、ね、でこの火でもってこうずっとあったまって、どっちかっていうとこう煽られるってやつだね。そこへ持ってこのあったかいのはスッと中からこうスッと中へ、うちと外と一緒にこう体をとっとこう温めてくれます。もうすっかりあったかくなりましたら、どうです、ああそうでしょう、みんなねだいぶね、こうふわっとしてきました。こんな結構ああいい匂い、どうですこの匂いの良さね、ゴト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 言ってます。この音がまたたまりませんな。もう逃げて、食べられる、あそう、じゃあどんどん食べましょう、じゃあ皆さんに一つね、箸をお配りして、箸がない、それ一膳だけなんだ、もっと持ってくれよかった、あた、そんところは気が利かなかったな。まあいいや、せっかく煮てくれたのにね、ぐずぐず文句言っちゃいけません。じゃあ一つね、それ先生にお渡しして、いやいや構いません、さあ先生からどうぞ。あ、さようでございますか、それじゃあ一つ誠に恐れ入ります。じゃあすいませんでございます、お先にいただきます。じゃあどのあたり、このあたりが、あこのあたり煮えてます、あさようでございます、じゃあ一ついただきましょう。どうもすいませんとかね、私ね獅子というのは初めていただくのはね、他のものはいただいても獅子だけは、未だに食べたことがない。大変に体がいいなんて、いいなんてことを伺ってます。これどんなもんですか。この一ついただいた。誠に結構でございます。どういうところでお求めになる。あの橋を渡って、あの左行ってる。おお、いやいやいや、よくそばは通ります。ああ、そうですか、早速明日娘に買わせます。あら結構だね、この色合いといい、何とも言えぬもんだから。またこういうところでいただいておりますので、余計この味わいが増すというもんでございましょうな。風情のあるもんで、結構でございますな。番小屋で獅子を食べてる日の回り、あまりよくございませんな。何でもこの飾らない方がいい、言葉を飾っちゃいかん、なんか見た様そのまんまが言ってますが、今のはそのまますぎますな。はい、どうですか、木枯らしや獅子鍋の音ごとごとと。もう一つでございますな。
獅子鍋の何をしてんですか。のんきに構えてね、一句ひねってられちゃ困るんだよ。ねえ、みんな余ってるんですから、二箸ずつぐらいでどんどん回してくださいよ。のんきなんだから本当に、こういうことはね、トントンってやらなきゃ。おさらいました、そうしたん。結構な味加減。甘くなく辛くなく、これでなくちゃいけない。獅子の肉ってのは熱いのを放り込んでも火傷をしないというのは豪華なのね。さあ、西江さん参りましょう。どうも、すいません、いいやつしね。どうもそのね、肉というのはいけませんか。肉は私はね、こうなの魚ならいただくんだね。肉はどうもね、お嫌いというそこまで毛嫌いするというわけじゃないんじゃ、まあどっちかってとね、食べないで済みは食べない方がいいね。ましてね、それかしわとかなんとかってんだ話は別段さ、獅子なんてのはねえからいけませんですよ。姿を思い浮かべましょう。ねえ、こうやって牙を生やして山の中駆け出して歩いてんの、何も捕まえて食べることはね、他に食べるものはいくらもあるんだんすかね。ただ私ね、ネギが大好きなんだ、ネギが。ネギばかりいただくというのは行儀の悪い話でございますよな。いえ、そんなことはございません、私たちはネギなんていつだっていただけるんですから、めったにこの肉なんてのは食べられませんですからな。もし、あなたを召し上がらないというんだったら、あなたの分をみんなが少しずつ余分にいただけるというんで、かえってその方がありがたいくらいでございます。そうですか。じゃあ一つ、どうもそれじゃあネギだけいただいてよろしいですか。もちろん行儀が悪くて誠に皆さん申し訳ございません。いやいや、私はね、ネギと狂ってと目がないんだ。このね、よく煮えているこのネギぐらいうまいものはございません。どうもね、どうもね、こんな結構よくね、好きな方はね、生煮え加減がいいと言います。私はどっちかっていうと生煮え加減っていうのはね、ツーンときましょう。あれがいけないんだろうな、ツーンとくるのは。ほらね、食べてる本人ツーンと好きでもってこう食べましょう。ところがね、これまたツーンと来るやつはね、後でもって匂いますから、人様に迷惑がかかるね。本当ですよ。もう芸者衆なんだ、決してね、あのネギは、お座敷前には食べないっていうぐらい。もうだからね、もうね、こういうやつ、こういうやつ、これ生にいかん。好きな方これいいんです。で、私はこれどうも。だけど、まあ好きですからいただきますよ。ネギが好きだから生煮え加減でもいただきますよ。本当はどちらかというとよく煮えている方がいいという話ね。このね、これで、ね、歯が弱ってますからね、噛み切れないんだね。ですからね、それもあるんだね。こういうやつはね、どうしました。だから血が嫌なんですよ。ね、噛み切れないでキャッてやるでしょ。芯の厚いのがピュッて飛び出して突き当たる。これはどうも私はね、だからどっちかって言うとやっぱりよく煮えてる方がね、煮えてるこのね、ネギというものはね、結構でございますね。私はね、おかずがないって言っていつもネギ、トン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 と細かに刻んでね、かつ節をどーっとこうかけてね、ここまぶしまして、下地をたーってかけて、これやってますよ。酒の魚にいいしね、あったかいおまんまの時にもいいのは、といって冷たいおまんまダメか、そうだよ、冷たいおまんまの上にそれ乗っけてね、上から茶漬けをするというのは、こんなに結構なことはね、このね、ネギぐらい体にいいものは、ネギというものは、ちょっと待ってくれ、あなた、どうでもいいけど、さっきから拝見してるってと、ネギだ、ネギだってますが、ネギとネギの間にあなた、肉が挟んであるね。めっかっちゃいました。めっかっちゃってますよ、もう。あなた、ずるいんだ、本当は好きなの、本当はもう、目がないよ。あなた、ね、こういう人の愛心はね、たっぷりいただきました。はい、どうもたっちゃんお回しいたしましょう。怒らないでくださいよね。どうもね、今度私がなんかね、また持ってまいりますから、もうこういうことがあるんでしたら、私ね、もう明日から番頭汚しませんよ、もう毎晩私出てまいります。つまり明日どうでしょう、一つ寄せ鍋かなんか、何を言うのバカなこと言っちゃいけませんよ。こういうことしちゃいけないんですよ。それ内緒でやってるんですから、わきって喋っちゃ困りますよね。ほら、人から人へ伝ってってお役人の耳に入っておらない。
お調べ受けるようなことになって大変だ。もしそういうことは分かったらね、だからこれですよ。で、分かったんですけども、なんかやりましょうね。同じ町内に住まってだって、朝晩顔合わせてご挨拶するだけじゃありませんかね。一緒にこんなことをやるなんてことはめったにないんだから、私は嬉しくなっちゃうの、本当ですよ、もうバカにね、このね、いい心持ちになって、どうでしょうね、これで一つドドイツの回しっぽかなんか。あと、いい加減にしてくださいよ。さっきから言ったじゃありませんかね、こういうことをしているだけでも具合があり、その上飲んでんで、ね、歌なんぞ歌とんでもないんですよね。固いことを言わないで、月村さんとはね、そういうことばかり言ってちゃダメですよね。酔っ払ったんだから、酔ってただ黙って酔うなんて、こんな気持ちの悪い話はないね。普段と変わるんですよ、酔うてえと。いや、酔うから人とこう話が弾む、歌を歌う、立ち上がるってことになる。それただこう酔ってんですか。こんなバカバカしい気持ちの悪い話はある。だったら言わない方がいいね。歌ぐらい歌ったってあたいや、だから表に聞こえ、ちょっと待ってください。目つきます。はばかにならねえ。私はそんなドジで間抜けなことはしませんよ。若い自分から散々戦を行って遊んでますよね。忍びねでもってちょいとこう四畳半なんぞで歌ったりなんかして、その寸法は狂いって大事、表に聞こえるような、なあ、間抜けなことはしませんよ。本当です、本当ですよね。テトンテツトンドン、こんなもんなら大丈夫なんでしょ。それだったらよくだね。だったらそれでいきましょう。いや、大きな声出しませんよね。忍びねってね、テトンテツトンドン、これでいきやね。騒ぐカラスに石投げつけりゃそれてお寺のお金が鳴る。ラテラどうです。いやー、結構あるんだこれ。バン、なんだい、たっさんいきなり大きな声を出して。いえ、私出しませんよ。いや、今大きな声で何か言った。いえ、言わない。おかしいな、確かに言ったと思ったら言いません。バン、ほら、おや、今言ったろ。いえ、私じゃない。表ね、犬です、犬。かまぼこ屋の白がね、匂いを嗅ぎつけて俺も聞いてってんの来たんだ。おい、犬かい。そうなの。バンシッバンバンシッシッ、おい、バンの者はおらんのか。おい、お役人で犬じゃないよ。おい、何をしたらしょうがねえな。どんどん片して、おい、さあ、ドビンなんかそっちやって、ね、だな、まだ開けちゃダメ、まだ開けちゃダメだよ。おじ先生、何ぼんやりして、早く鍋をそっち行かせな。宗介さん、早く人を送らんのか。しょうがない。あ、次ね、ほら、開けちゃった、ほら、入って、そこに座って、こいですか、こい座んの。うわー、やった。お役目、ご苦労様に存じまする。みな、回っておるか。はい、二組に分けまして回ります。先ほど帰ってまいりました。今二の組が回っております。おお、考えよったな。さようか。拙者が今バンと申したらしい。バンバンと申したらシーシーと申した。あれは何だ。あれはあの、何でございます。ここにおりますこの宗介さんがね、ちょっとつきます。なぜ私の名前を出すの。いや、大丈夫。寒いから火を起こそう。しだしだしっしと、こう申したんでございます。さようか。拙者が入ってまいった折に土瓶をそちらにしまったが、あれは何だ。お目に留まりましたか。あれはあの、この宗介さんがね、また私の名前を。大丈夫ですね。風邪をひくといけないから薬を煎じて飲もうというのね。ただいま薬を煎じておりまして。おお、風邪薬か。それはちょうどよいな。拙者も風邪をひいておる。一杯もらいたい。それは困るのでございます。なぜだ。なぜって、これは私たちには聞きますが、
お侍さんには聞かないんでございまして、そのような意地の悪いことを申すな。ん、頼む、薬を一杯もらいたい。それでございますか。へえ、わかりました。しょうがない、もう断ることできない。ね、いいから、井上に一杯ついてこっち持ってきて。いいよ、あっちが引き受けるよ。え、こう見えたらあっちも男だよ。ね、はい、どん。へい、どん、お待ちどうさん。ん、いや、毎年この辺りになると必ず風邪をひいてしまってな、だらしのないものよ。その方たちはこれを飲んでおったのか。さやさや、間違いなくこれを飲んでおったのか。さやさや、結構な煎じ薬だ。うん、よい、今いっぱいもらいたい。あ、さやさや、どうざいどうざい。大丈夫だよ、これで。へい、お待ちどうさん。いや、これが何よりの薬であるの。うん、何か鍋のようなものをしたあれは、ああ、あれはあの、この宗助さんがまた私の名前。大丈夫、いや、あの、煎じ薬の口直しを似ておりました。うん、そういうか、かまん、これ出せ。それどうですか。へい、出どこはあんまり良くないんでございます。立ってこな、立ってこな。え、うん、ただいま、おん、なんで、つゆけがなくなっちゃったよ。大丈夫かよ。え、うん、ちょっと箸で、あの、鳴らして見栄えよくして。え、いや、それで、どうぞ、おすすめして、おすすめ、どうぞどうぞ。うん、ほんほん、なんだこれは。あ、肉ではないか、獅子の肉。おお、さようか。うん、これはどれ。うん、これはやんな、うん、寒いのには何より。いや、結構、おい、そこ閉め、防火。いや、結構だ。うん、うん、口直しが良いと煎じ薬も進むの。うん。今一杯もらいたい。あ、さよなら。もう一杯だった。断っちゃいなさい、断っちゃいなさいよ。みんな飲まれちゃいますよ。そうかね。うん、誠に愛すいません、煎じ薬が切れましてございます。何、煎じ薬がないか。一滴もございません。さようか。よし、拙者今一回り一回る、その間に二番を煎じておけ。大変にこの乗り物というものが便利になりましたんで、どこ行くんでも随分時間が短縮されて、本当にあの旅というものが何ですか、こうせか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 しているという、そんな気がいたしますですね。例えば新幹線なんかもそうですが、早いのとちょいとゆっくりしたのとあるね。時間のある時にはゆっくりしたのに乗りたいななんて思ってね、まあ、出発所でもっていろいろとこう、こっちの方がいい、あっちの方がいいなんて言うと、やっぱりあの向こうの方も時間のうんと早いものを進めてくれますね。いいんですよ、私はこのゆっくりでいいんですから、時間がもったいないですよ、あんてなこと言ってくれるんですが、別にもったいないんじゃなくて、そうやって、汽車の中でのんきにしているというのもなんか大変な楽しみでね、そういう旅というものをゆっくりしてみたいなと思いますが、だから今でもちょいとあの
新幹線なんか行ってないような方へずっと行きますと、結構のんきにこの旅ができるなんてことがございます。時間があったらのんびりとやりたいなと思いますが、それこそ昔歩いて旅をしたなんという自分はね、大変にこののんきだったそうですね。だからそうでしょうね、歩いていくんですから。もうこの頃歩かなくなっちゃいましたからね、ちょいと歩くと今の人はもうすぐにくたびれちまう。昔の人だってくたびれないわけがないんですけれども、普段からよく歩いてますから足腰が鍛えられているんでね、ずっと辺りこう見ながらね、旅をしていく、これは大変結構でしょう。ただのんきなだけで不便といえばそれは不便ですね。旅先で何かあるってえとそれはもう大騒ぎになっちゃう。でそういうこの旅人に嫌がられたものがというと、雲助にごまの灰だそうですね。ごまの灰というのはまあご承知の通り、これはこの人はというんで狙いをつけるってえとその旅人の後をどこまでもどこまでもつけてって、ちょいと隙を見せるってえと路銀を持ってずらがっちまうというんでね、旅先で金を捉えるぐらいそれは困ることはないでしょうね。だからしつこくて嫌なやつのことを昔あの野郎なんだね、ごまの灰みてえな野郎だねなんてことを言ったそうですが、これよりもう一杯嫌がられたのがというと、これは雲助というね、顔書きのことなんですが、顔書きがみんなそうだったわけじゃない、ごく中には悪いのがおりまして、ご婦人の一人旅だなんてと無理に籠を進めます。いつまでもしつこく言ってるからしょうがないね、ごく近場のところをそう言いますな、乗って。そうすると言われたところとはまるで違う山の中なんかにどん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 入ってって人気のないところに連れて行くって言って、えい、おるろ、不敬山だ、てめえのはよっぽど太いんですよ。みんなで散々いたずらをした挙句に宿場女郎に売り飛ばしてしまったなんという、そういうことがよくあったんだそうでね、とにかくこの一番嫌がられたのがこの、鴨書きだったそうですね。その自分のお話で東海道小田原の宿場、今ちょうど日が暮れかかってまいりまして、旅人が足を早めて宿場に入ってくる一日のうちで一番にぎわう時だそうで、街道を挟んで両側の旗子からは客引きが出まして、一生懸命旅人に宿を勧めております。その街道の真ん中を年頃25、26になります、色の白いちょいと小太りの男で、まみれの濃い目のギョロリとした鼻のデーンと座った口元がキュッと締まった、まことにこの立派な顔をしておりますが、いつひげを当たったんだかわからないぐらいにひげがバーッと伸びちゃった。もうひげの間からほんの少し顔が見えるというようなぐらい、なりを見るってえと黒羽舞台の五所門付き、これも長いこと引っ放しと見えまして、すっかり赤っちゃけてる。門の白いところが汚れて黒くなってますから、赤羽舞台黒門付きという門付きでね、で帯を見るってえとこれがまたすっかり擦り切れちゃって中の芯が見えようというようなもん、素足でもって草履を履いてるんで、この草履がまた物の見事に擦り切れてますから、ひょいと見るってえと地べたに鼻緒がすがっているよ。街道の真ん中をえばって歩いてまいりまして、お泊まりさんではございませんかな、わしのことか、いえそちらのご出家さんで、おおさようか、お泊まりさんではございませんかの、おなんだわしのことか、いえそちらのお二人連れで、おおそうか、いやどこでも呼ばんな、呼んだらばすぐに入ってしまおうと思うが、商売というものは恐ろしいもんだな、こうしてえばって歩いておってもわしが金がないということが一目でわかると見える、困ったな、どっかで呼ばぬかな、呼ばぬとこのまんま宿場を抜けてしまうぞ、今夜もまた野宿か、野宿は勘弁してもらいたいな、どっかで呼ばぬものかな、お泊まりさんではございませんか、わしのことか、さようでござる、おおそうか、呼んだか、いや泊まってやってもよいが、お前のうちは何と申す、手前どもは相模屋と申しましたら、この小田原の宿で一と言って二とは下りますがな、でも三よりは、下がりますが、四よりは下なんで大層下になるな、ですけど奉公人を置きませんでね、私と家内と二人でもって親切を旨として商売をいたしておりますんで、どうぞ一つお泊まりをいただきたい、おおそうか、いうことは気に入った、泊まってやってもよいが、わしは酒を飲むと、結構でございます、ただの飲みようではない、日に三升って酒を飲むがそれでも構わんか、ありがたい話でございますな、そうか、内金に百両も預けておこうか、そんなことなさらずともね、お宅の説にまとめていただければそれで結構でございますから、そうか、欲のないやつだな、もし気に入ったらば長通りをいたす、さようでございます、ありがとうございます、お泊まりください、ありがとうございます、どうぞお上がりくださいまし、こちらでいかがでございます、
いやいや、良いな。ああ、街道は見晴らせて誠に気持ちが良い。なんだ、湯か。いや、湯は良い。わしはあまり湯は好きではない。それより酒を持ってきなさい。お燗をすることはないぞ。冷やのまんまで良い。行ったり来たりが面倒だからな。構わんからここに一升持ってきなさい。小さいもんでは面倒であるから湯飲みか何かが良いな。それからな、魚はお前に任せるから、何でも構わん。見繕って持ってきなさい。一升の酒はかーっと飲んじゃってね、そのまんま寝てしまう。明くる朝起きるってえと一升、昼一升、晩一升、日に三升ずつお酒を飲んで、このお客が7日も経つんですが、どこにも行こうという気配がございませんでね、ちょいと。変だと思わない？ね？変だと思わないかよ。何が？あのお客だよ。あのお客ってどのお客？何言ってんの？今うちには一人しか泊まってないじゃないか。他にいないんだからお客ってあの人だよ。あの人なんだい、変かい。変じゃないか。なんかあったの？なんかあったのじゃないんだよ。毎日お酒を飲んで2階で寝てばかりいるじゃないか。そりゃそうだよ。で別にそりゃ俺変だとは思わないよ。俺酒飲んで縁の下で寝てないで俺も変だと思うよ。ねえ、客はおめえ酒飲んで宿の2階で寝てたって別に変じゃねえや。何を言ってんの。そうじゃないんだよ。私が変だなと思うのは、大概こういうところは一晩泊まるってえとどんどん立ってっちゃうんだよ。ね、それがああやってお酒を飲んで2階で寝てばかりいるから、おかしいな、変だなと思う。分かんないかい。まだ私の心配してんのはね、お前さんの得意でまた一文無しを引っ張り込んだんじゃないかと思ってさ。あの人は、いやな、なことはないよ。あの人は一文無しなんてそんな人じゃない。金があるんだから。そう、うちに100両も預けておこうかってこうおっしゃったんだよ。お前さん預かったの？いや、お立ちのせずで結構ですって言ったんだよ。バカだねえ、預かっときゃいいじゃないか。ねえ、そうすれば安心できるんだよ。100両あの人が持ってんの？そんなことはないよ。おわしのあるような格好じゃないじゃないか。よくご覧よ、なりをさ。ねえ、大きく古して粗末なもんだよ。ねえ、ついてよろけるってえとピリッて破けるよ。ねえ、よろピリてんだよあの着物は。ねえ、荷物も何も持ってないでさ、100両何を言ってんの。そんなにあるとあっちはとても思えないね。気になってしょうがないよね。第一、今言った通りさ、ねえ、対岸に人は一晩泊まるってえとどんどん立ってっちゃうんだよ。じゃあなんであんなに長いこと いるんだよ。いや、それお前、ま、何にも知らねえからそうやって疑るんだよ。いや、気に入ったら長道流をするってそう言ったんだよ。だからよっぽどあの人はここは気に言ってんだよ。そうかね、あっちはとてもそんな風に思えないね。気になってしょうがないからさ、いくらでもいいからちょっと、もらっといてよ。もらっといてよったってさ、お立ちの説で結構ですって言っちゃったんだよ。それ今さ、いくらくださいになって急に俺そんなこと言えないよ。んなことはないよ。私がって言えばいいじゃないかね。お酒を出したいんでございますけれども、近頃は酒屋の方でもってうちの払いが悪いもんですから帳面で売ってくれなくなりました。お金を持ってかなくちゃいけないんですけれども、手前ども貧乏でございますんで、もうそのお立て替えが効かなくなりましたんで、恐れ入りますが酒代として5両いただきたいってそう言っといてよ。だけどそんなこと今になって急に言ってんのもね、なんだかこう言いにくい。大丈夫だよ、お年子って言えばいいんじゃないか。言っといてよ。どうかね、だって言ってくれよ。あんたにしょうがねえね。どうしたら疑り受けんだろうね。人を見るってやったら一文無しじゃねえか、糸に一文無しじゃねえかってそんな心配ばっかりしてんだから、よくこんな商売やったらいるよ本当にの。またこの人もまたのんきだね。いつまで寝てんだろうな本当に。ごめんくらいし、おはようございます、失礼をいたします、どうも。おはよう。お目覚めでいらっしゃいますか。起きとった。なんだ、こっちに入りなさい。なんか用か。どうも。ちょいと、伺いたいことがありましたら。そうか。それより酒はどうした。今日は酒はまだ来ない。そのお酒のことでもってちょいとお話があるとは。なんだ。じゃあ私はこんなことを申し上げたくないんですがな。では言わん方がいいな。ですけどやっぱり言わなきゃなんないんだね。私じゃないんですよ。うちの家内の申しますのにはね、お酒をお出ししたいんだけれどもね、酒が買えないってんです。早い話が。うちの払いが悪いもんだから酒屋が近頃ね、帳面で売ってくれなくなっちゃったんで、現金を持ってかなきゃダメなんだからね。ところが、うちは貧乏なんで、もうお立て替えが効かないので、恐れ入りますが酒代として5両いただきたいって、うちのかみさんがこう言うんですが、いかがなもんでしょうな。なるほど。
いやいやいや、そりゃもっともな話だな。うん、そうか、ああ分かったぞ。あ、いくらだいくらだ、5両もらってきてほしいと、こう申しておりますが。ああ、5両か。あ、そうか、あ、安いな。いや、安い、5両安いや。その5両だが、どういう5両がいい？え？どういう5両と申します。5両ならだからよろしいんだ。いや、だからな、小判で5両がいいか、それとも細かいんで5両がいいか、どっちがいい？いやさ、どちらでも結構でございます。いや、そういうことは言わずに、どっちか言いなさい。そうですか。じゃあそうですな、めったに手にすることはございませんので、小判で5両いただけるってと大変に、嬉しいございますな。ああそうか、小判で欲しいか、小判で5両。それは残念だな、小判でだらとないんだ。そうですか。じゃあ、細かいんで、5両で結構ですよ。ああそうか、細かいんででもないんだ。ああなるほど。え？小判でもない、細かいんででもないって、じゃああとは何？だからないんだ。ないんだって、あと一文なし？そうだ、カラッケツだけ余計だ。何を言ってんだあんた。何を、冗談じゃないよ、あんた。冗談じゃありませんよ。誰が冗談を申しておる、金がないなどということは誠に決まりの悪い話であるぞ。恥を忍んで正直にないと言ってるのに冗談にするやつがあるから、何かよ、あんた。待ってる場合じゃないよ。何を言ってんだい。だってうちに100両も預けておこうかって、そう言ったじゃありませんか。いや、100両も預けて泊まったらばさぞ気分がよかろうと思ってな。つまんないこと考えないでもらいたいね、本当に。何を言って、また私は香川にぐずぐず言われるんだよ。冗談じゃねえよ、本当に。一文なしで何だって泊まるんだ、あなた。いや、お前が泊まれと進めるからの。進めるからったったら、進められたら私は一文もないんだって、なぜそうやって正直に、言わないんですよ。そうじゃ、私だってなんかね、いろいろと考えますよ、声かけちゃった手前。物置だってなんだってあるんですから、そういうとこについて、いや、それはそうですよ。それはね、止まっちゃってね、どうするの、あなた。日に三畳ってだよ。ね、7日なんだよ。この払い、どうするの、どうするの。いや、どうすんのと言ってな、わしもな、いや、誠にすまぬことであると思うから、なんとかしなければならん。どうして払おうと、そればかり考えておったら、いまだに考えが浮かばんので困っておる。何か良い考えはないか、自分で考えてもらいたいね、本当に。いや、言ってんだ、本当に。まあ、しょうがねえな、ずうずうしいったってあらしねえんだから、ね、一晩泊まってね、実はいつもなしなんですって言われりゃ、それでいいよ。ね、俺はまた、私だって、かかといろいろとなんかね、相談しますよ。ね、いい方に話持ってこいじゃん。ほらあんた、一文なしと思って、それを承知でだよ、ねえ、分かって言いながら、7日もざっとこれ三錠なんて、お前こんな飲めるもんじゃないのに、それをふっと飲んで、ずうずうしったってあらしないね。なんかこの近所に知ってる人だとか、あんたそうしたらいないの？何もないの？しょうがないねえな。あんた商売一体なんだい？わしか？わしは絵師だ。絵師ってか、そう絵を描くんだ。看板屋なんかの？そうではない。わしは狩野派の絵師だ。あ、そうですか。何でも構わないんですがね、大工さんかなんかだって言うとよかったんですよ。そうすればどっかほぼ直してってもらうとかね、なんかいろいろと手はあるんだね。絵描きさんじゃねえ。いいことを申したら、そうだ、わしも何かお前のうちに宿せるの方として書き残してまいろ。いえ、結構ですよ。それはね、名のある方の絵だったらおわしになりますがね、失礼ながらあなたの絵じゃね、売れっ子ありませんから。いやいや、そんなことを申すな。いや、それはお前にそう言われると誠に困るかな。まあ、とにかくわしの気が済まぬから、何かここに書き残してまいるから、何でも構わんから、持ってきなさい。書いてもらうものは何にもありません。いや、そんなこと言わずに、何かあるだろう。本紙でも、いやいや、もったいないよ、あなたに書いてもらうの本紙は。そんなひどいことを申す。何でも良いではないか。ああ、どうだ、襖にか。いえ、冗談言っちゃうから、そんなことされて困りますよ。この間張り替えたばっかりなんですから、ね、まだ払いがちゃんと済んでないんだ、まだ。ねえ、それなんか書かれちゃう、困りますよ。どうか、何でも良いのだが、何かない。あそこに白い綺麗なついたてがある。あれどうした？どれですか？あれですか？あれはね、江戸の教授の職人がこの間泊まったんですよ。これが一文なしなんだ。しょうがないんで、柳瀬の方にあれをこさえさせたん。
うん、うちはよく一文無しが泊まるんだ。なんか泊まりいいのか分かんないですけどね。それがどうかしたの。あれ何あれに冗談言っちゃいけません。何を言ってるの。あのまんまなら売れますよ。なんか書かれたら売れなくなっちゃうんだから、それはダメですよ。そんなことを言わずにな、わしの気がすまんからあれに絵を描くというんだな。とにかく早くあれをここに持ってきなさい。んまあまあまあいいから早く行ったせん。ほらわしが静かに申しているうちにここに持ってまい。脅かすことはねえじゃねえか。本当に一文無しに脅かされるってもう分かんねえ話はねえ。本当に持ってきますよ。今そこに置きなさい。ん誰よく見せろ。ああなるほど。いやいやいや、これは良い仕事をしておるな。まあ一文無しで旅をするような人間だけあって仕事に欲というものが見られん。これでなければならんな。ああよし、こんならばわしも絵を描こうという気になる。よし、すずりを持ってきなさい。すずりを。何をぼんやりしてる。早くすずりを持ってこい。たまに驚いたねえな。ねえばってんの初めてだよ。持ってきました。どうかそこに炭が出してあるである。んそれをすんなさい。炭を当たんなさい。冗談言っちゃいけないよな。あんた自分でやったらいいじゃねえか。わしが絵を描くんだからお前がするんだ。バカバカたらいいかねえぞ。こんなまあ本当に大体ね、もっとね、なんかいつもなしってのはペコ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 してるもんだよ。威張ってやんだから本当に。何を言ってやん。本当この炭は大層いい匂いがしますな。どうやら鼻だけは人間らしいな。何とでも言ってやん。釣れましたよ。そうか。いやさてそれでは何を書こうかな。筆に墨を含ませてしばらくついたてを見てじっと考えておりました。よしさあ書けたぞ。どうだ。お前さんね、私もおとなしい人間だけど怒る時だってあるんだよ。冗談言っちゃい、こっちは断んの無にお前さん書くってから書かしたんだ。絵を描くんだろうが、なんだいこら。ただ死んでもって汚しただけじゃねえか。こんな絵ってのがあるかい。これが絵に見えんか。なんだかわけわかんねえもん。絵だったら何の絵なんだい。何の絵って見たらわかるであろう。わからねえんだよ。わからない。お前のこのマミエの下に二つ光ってるの、それは何だ。これは目だよ。何のためについておる。見るためについてるんだよ。見るためだったらよく見なさい。見てわからんような目だったらつけているだけ無駄であるからな。くり抜いた後銀紙でも貼っとけ。人のもんだと思って言いたいことは言ってやる。とに。わかんないから聞いて何なんだ。何なん。困ったもんだな。お前たちはな、物を見るのに漫然と見ているから物がわからん。物を見るのはな、目で見るんではないぞ。心で見る。目を通して心で見る。心で見ていないからわからんな。これはな、ここにスズメが書いてある。スズメ？これが？冗談言っちゃえ。こんなスズメ。おスズメだ、これは。さっきからどうしてそう見えなかったんだろう。やっぱりスズメだ。スズメが何番も書いてあるんですな。5話書いてある。1話1両。5話で5両の型だ。さあ、高い。冗談じゃねえよ。ふざけんのもいい加減にしてもらいてやね。こんなちっぽけなスズメが1両で、この先行った鳥は行ってからない。こんな大きな鶏が。そんなことはどうでもよ。これはお前のうちにな、宿船の方として書き残していくもんだ。類証などは致し方がないが、他人に売ったりしてはならんぞ。心配しないでおくんない。こんなものをね、買おうなんて推挙の人はいませんから。まあ何でもよい、何とでも言っておれ。わしはな、必ずまた宿船を持ってここへ戻ってくるがな。それよりそのいつも下で何か大きな声を出して何か言ってんの、あれはなんだ。あれはお前の女房か。あれはろくなもんじゃないな。あれは別れた方がいい。あれは人の命を削るやつだ。女ではない、あれはカンナだ。別れた方が良いぞ。大きなお世話だよ。
何を言ってたんで、一文無しのくせに人んちのことな、よ、大きなお世話だね。お互い惚れて惚れられて一緒になったんだ。お前も物好きだな。そうか。ああ、いやいや、一緒にいるのは構わん。うんうん、それは構わんがな、この商売を続けていくのであるならば、もう少し客扱いを丁寧にするようによく申しておけ。分かったか。わしは必ずまた戻ってくるから、よいな。さっき言ったことを忘れるな。ごめん。なんだよあいつは、言いてえだけ言って帰っちゃったよ。やったね、またうるさいよ、かかあが。ちょいとちょいと、ええじゃないよ。何してんだよ、こんなとこにいないで、こっちお入りよ。お茶入りな。何じゃないよ。お前さん、さっき私が用を言いつけたんじゃないか。え、何って聞くことはないんで、こっちが聞きたいよ。どうしたの、五両もらったのかい。五両、五両ね。五両くださいって言った。したら小判で五両がいいか、細かいんで五両がいいか、どっちがいいって声から、どっちでも言った、どっちか言えって言うんだよ。ね、ほら、めったに手にすることはないから、小判でご了いただきたいって言ったら、あ、小判ではないんだ、こういうから、で、細かいんででもいいですよって言ったら、細かいんでもないんだって。もう本当に弱っちゃった。はい、だよ、ほれこらんなね、言わないことじゃないや、一文無しだろ。どうしてお前さんそうなんだろうね。私がおかしくないか、おかしくないかって言ったら、なんて言ったんだよ、おかしくないって。私の方が気にして気にして、よかったじゃないか、最速に言って。本当にしょうがないね。どうしてそうなんだろう。お前さんね、長いこと客引きしてんだからね、表でもってひょっと人見て、あ、この人はお足があるないぐらいのことは、なぜすっと見抜けないんだい。本当にお前さんのマミーの下に二つ光ってるのは何だい。目でしょ、目だったらよく見なさいよ。ねえ、見て分からないような目だったら、くるみとあって銀紙でも貼ってきな。今言われたばかりだ。本当にこっちだって、俺はおめえ何もな、一文無しをこう酔ってそれで止めてるわけじゃねえんだよ。たまさか俺が声かけるってえと一文無しなんだ。しょうがねえじゃねえか。なあ、本当に何を言ってんだよ。どうしたんだい。どうしたんだいって、それはだからいつもの通りだ。あ、正兵衛聞いたよ。したら正兵衛聞いたら、絵師だってんだよ。絵師なんだい、そら絵を描くんだよ。で、宿船の方にで絵を描かせろってんだ。で、江戸の教授屋の職人のこしらえたあのついたてに絵描いてったよ。バカだね、あのまんまなら売れるのに、なんか描かれたら売れないじゃないよ。俺もついて断ったんだけど、怖い顔で持って、かわいいなんてんで脅かすんだ。しょうがねえから俺描かしちゃったんだ。やだね、まあ本当に、んなもの描いてったって何にも言え、そんなことないんだよ。おめえ何にも知らねえよ。あの人ね、あの正直、根は正直な人らしいよ。でね、必ず俺は戻ってくると、やらせんを持って戻ってくるから、お前のうちにこれは預けていくんだぞって、それで帰ってった。も持ってくるからいいじゃねえか。何を言ってんだよ、そんなことは言うよ。言ったってね、本当に持ってくることはないんだよ。ねえ、ほぼそうやって踏み倒して歩いてんだよ。ねえ、それだけじゃないよ、手ぶらで来てんだろ。ねえ、止まったところでなんか必ずね持ち出すんだよ。あとよく見た方がいいよ。ねえ、泥棒だよあいつは。そんなにお前悪く言う方は泥棒って、ひょっとしたらまた持ってくるか分かんないんだから、やらせん。いや、そんなことはない、あれは泥棒、泥棒だったってだよね。そうで、お前それが私はね、前から思ってんで、それは良くないと思うよ。ね、そういうことを言うのは、でだから言ってたよ、もう少し客扱いを丁寧にするようにって。お前のことを大変に褒めてた。何を言ってんだよ。私が一生懸命切り詰めてやったってやったって、そばからお前さんがさっと大きな穴開けるからさ、ああもう私なんかすんの嫌になっちゃうんだよ。バカバカしいね。新三十つ7日だよ、どうすんの。ああもう嫌になっちゃった、もうもう私嫌だよ、もう商売する気はないよ。ねえ、もう寝るから、お前さん一人でやってくれ。神さん不適されて寝てしまう。亭主一人じゃどうにもなりませんから、あっちこっち締まりをいたしまして、それから自分も寝る。ねえ、寝たってそうですよ、なんかこうしくじったなと思うから、思うように寝られませんですからね。ああもう朝ちょいと明るくなったなと思って、神さんに何か言われる前にさーっと起きて、ほぼこう掃除を始めた。ねえ、で2階上がってきて、昨日まで一文無しが泊まっていた座敷入ってくる、雨戸をガラガラガラッと開けるってえと、お天道様がさーっと差し込んでくる途端に、ちょ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 
あっといた。なんだよ。え？取り締め込んじゃったんだ。ああ、かわいそうにこんなところに餌がねえもん腹減ってんだろ。ほら見ねえな。向かいの屋んでもって夢中だよ。餌あさってるよ。え？だけど、おかしいな。うん、ゆんべ俺ら締まりをするときには、そんなものいなかったんだよ。え？ああ、うちは古いからどっかに巣食ってやるのかな、天井裏かなんかに。え？だけどおかしいじゃねえもの。どこにも穴なんてものは見えないよ。うん。どうしたんだろう、あんなに。うん？ついたてのスズメがいなくなっちゃったよ。途端に向かいの屋根で餌をあさっておりましたスズメがさーっと戻ってくるってえとピタッとついたての中に収まった。なんだよ、うるさいね。お前さん、やだやつや、疲れてんだから。ほんと、お前さん、好きなんだね。なんだ大変なんだ、大変なんだ。ちょっと起きて俺の話を聞いてくれよ。ね、あのな、一文なし。戻ってきたんじゃねえんだよ。あの一文なしがさ、ね、あの、絵を描いてったって言ったろ。ね、ついたていいね、スズメの絵を描いてった。え、あ、それね、今俺は雨戸をガラガラって開けたらね、え、ついたての中からスズメがパーッと抜け出してった、飛んでった、向かいの屋根でもって餌を漁って、スーッと戻ってきて、またついたての中にピタッと収まったよ。起きてて寝ぼけるって承知しないよ、これ。何言ってんだよ、そんなことって人のご機嫌取ろうったらそうはいかないよ。もっと掃除でもしなさい。まるで信用してくんね。近所行ってその話をする。バカなことは言っちゃいけないよ。絵に描いたものが抜けてるのことあるわけはないだろう、なんてんでね、周りでもまるで相手にしてもらえない、悔しい。明日の朝もう一遍見てみようと言うんで、今度はあくる朝になるってえと先に近所の人を集めてまいりましてから、おっからびっくら雨戸をそーっと開けてみる。お天道様がさーっと差し込む。トランにするがチシッチ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 ッと抜け出してって餌をあさって、またさーっと戻ってきてピターとついたての中に収まった。今度は何人もで見ておりますから、なるほど、これは嘘じゃない、本当だ、これを書いた人は名人だってと、うわーっとその評判が広まる。旅人が旅先でもって話をしますから、なんていううちです、え、相模屋、お、相模屋ってんだとよ、うん、そこ行って一つ、え、それ見ようじゃねえか、なんて言うんだね。もう小田原に入ってくる旅人が上り下りもない、みんな相模屋へ相模屋へ。もう今まで暇で暇でしょうがなかったうちがバカに忙しくなっちゃってね、もう亭主も神様も何してんだかわけがわかんない。ねえ、や、はあ、もう別名がついてスズメのお宿なんというんで大変な評判でございましてね。スズメのお宿ってのはこちらですか？そうですよ、一晩泊まりたい。いや、もうダメです、いっぱいですから。相部屋で結構、相部屋もダメ、もういっぱいなんで、もう廊下にまで人が寝とって、もうその足の踏ん場がないぐらいなんですよ。泊まるところありませんよ。どっか空いてるでしょ？どこもないんです。空いてるのははばかりぐらいですから。じゃあはばかり泊まろうか。何を言ってんの。大戸がはばかりに泊まっちゃって今度は入ろうって人は入れないじゃありませんか。ダメですよ、ダメですよって。どっかに泊まりたいな。もう諦めてくださいよ。ね、私たち夫婦はこうやってね、昼間ね、この玄関のところでうろうろしてるんでね、夜になるってえと、あのお帳場のところにもね、人がね、みんな寝ますから、ですから私と神さんと二人でもって、あの脇の戸棚の中へこう寝てんですよ。じゃあ私その間にね、何を言ってんですよ。この評判が時のご上司大久保加賀の神様の御身に入りまして、一目見たいというのでお供揃いへやってまいりました。ご案内誠に結構である。要は千両で買い取らす。ありがとう。千両お売りしたいのは山々でございます。これを書きましたる者が類証などは致し方がないが、他人に売ってはならんとこう申しておりましたので、お売りすることはできないのでございます。さようか。その者が帰ったならば城内に沙汰をいたせよと言ってお帰りになった。おい、千両だよ。まあすごいね。あれを書いた人、名人だね。そうよ、名人だな。すごい。だってまあ、そんなことってできるもんじゃないものね。ああ大した人だね、あの人。だから私もね、一目見た時この人どっか違うと思ってお前泥棒だ泥棒だって大きな声でそう言ってたんだよ。まあいいよ、ね、とにかくね、あの人はお酒が好きなんだから、もし帰ってきたらさ、お酒をうんと飲ましておだてで、スズメもらっちゃいなよ、ね、スズメもらっちゃえばついたってはうちのもんなんだからね。うん、ああそうすりゃお前、千両なんだよ。千両あったらお前生涯楽に暮らせんだからね。何をしてんだろうね、あの人は。本当だな、なんてんでね、夫婦でもって心配をしております。
しばらく経ちまして年頃62歳になります人品のよろしいお武家様友を一人連れてやってまいりまして、許せよ、ついたてからスズメが抜けてるという話を伝え聞いてまいった、一晩厄介になってみたいものだ。さようでございますか、ご覧の通り大変に立て込んでおりまして、大したおもてなしもできませんが、なんとかいたしばらくお待ちくださいまして、客に訳を話して無理に一間開けてそこへこのご老体を止めた。あぐらさんになるってえともう2階にさあスズメが抜けんのを見ようというんで泊まっているお客がみんな一間に集まって待っている。そこを宿の主に案内をされながらご老体が、許せよ許せ、あどっちだ、えこちらの愛しまいお武家様でございます、ちょっとそこ お分けください、えさあさあどうぞこちらへ、うんそうか、いやいやみんなすまんな、うんあ許せよ勘弁してくれ、うんよい、あどれだ、えそこにございます、えそのついたてなんだ、え恐れ入ります、ちょいと食材を前の方に、ご覧になれますか、おおおおお見える見える、おおこれか、ほうほうどうです、結構な絵でございましょう、いやなかなか巧みに描けておるなね、これ今ね、食材の明かりじゃ出ていかないね、これ雨戸をガラガラって開けましょうとね、お天道様スッと入ってくってパチャーッと出てって餌をあさってスッと戻ってきてまたパッと収まるのね、ちゃんとねお天道様の明かりと食材の明かり分かるんだろうね、利口なもんでございますな、これを書いてした名人ですね、そうか、名人かな、いやいやあら巧みには欠けておるが、まあわしの目から見ると素人に毛の生えたようなもんだな、まあお武家様にこんなことを申しては誠に失礼とは思いますが、ちょっとその今のそのお言葉でございますが、私どうもこの、気に入りませんでございます、あのねこのついたてのおかげで今こうやって皆さんお泊まりいただいてるんだね、このとこずっとこのついたてこのスズメの絵がここに あってそれからずっと繁盛しております、これはもう手前のもう大変にこれありがたいです、このおかげなんでございますかね、それうちの宝みたいなもの、その宝みたいなものそういうことを言われるってと私もどうもこう、なんかこう気持ちがよくございませんね、どういうわけで名人じゃないんです、どういうわけで名人でないと申して、名人とは思えぬから名人ではないと申す、それはまあそれはそうなんでしょう、そうなんでしょうけれども、だって考えてください、よくあるじゃありませんか、ここに書いてある虎は今にも吠えそうだとかね、この絵の馬が今にも駆け出しそうだとか、この人はなんか口を利きそうだとかってよく言うじゃありませんか、それだってこの人はうまいとか名人とかって話になってんね、それがあなたこのスズメがですよ、じゃあ飛んでっちゃう、ね、向こうでもって餌をわさってスーッと戻ってきてまたピタッとついたての中に収まるの、こんな名人はありません、名人じゃありませんか、いやよくお前方はその名人ということを申すがな、なかなかいるもんではないぞ、いや上手である、誠に巧みである、うまいと言われる方はあまたおる、だがな名人というものはその上を行くものだ、うまい上に抜かりがあってはならんのだ、この絵には抜かりがあるからわしは名人だと申さん、抜かりがあるって何なんです、泊まり木が書いてない、それは分かりますよ、書いてないですよ、泊まり木なんて書いてなくたっていいじゃありませんか、あのスズメがごはかわいいじゃありませんか、みんなでこうねえ、遊んでるようにこう飛んでるあの姿がなんとも言えない、いいですよそんな泊まり木なんてなくたって、そうか、仮にも絵から抜け出るだけの力のあるスズメだぞの、休むことなくああして飛んでばかりいたのではしまいに疲れて落ちて死ぬぞ、あなるほど、そら理屈でございますな、絵から抜け出る力を与えてやったのならばなぜ休むところを書いてやらんのだな、あのまんまならば絵から抜け出る力を与えなければそれでよい、その力を与えてやったらそこまでなぜ気合いかん、わしはそこが名人だとは申さんのだ、なるほど、それでよくわかりましたが、どうなんでございますか、
このあのスズメはあの、こうすっと、しまいになくなっちゃう、消える。これじゃあ どうしたらいいでしょう。わしがここに泊まり木を書いてやろうか。誠にそのお気持ちはありがたいんだ。これあの大久保川の神様がお殿様が千両で買ってくださるってんね。これあのなんか書かれるって言うとね売れなくなっちゃうんだよ。そうか、いやわしは無理にと言ってはほらな、もしスズメを助けようと思うのならばわしがここに、書いてやろう、こう申しとる。ん、良いのだぞ。別にな、いやちょっと待ってくれ。じゃあそれ書いていただければスズメ助かりますか。助か、あ、そう、え、じゃあ お願いをいたします。そうか、スズリを持ってきなさい。持ってまいりました。そうか、そこに炭が出してある。ん、その炭を当たりなさい。ああ、そうですか、絵を描く方はみんなそうですかな。あ、そうですか。誠にこんなことを申し上げにくいんですが、その泊まりにね、端の方で結構だ、端の方で、このずっと端の方で、で、いけないとこ時はそれをこうずっとこう切り取れるようにして、端の方にお願い。あー、この炭は大層いい匂いがしますな。どうやら鼻だけは人間らしいな。そうなんだ、鼻の評判はいいんですよ。鼻の評判は目がもう一つなんだわね。ではどうぞ。それではな、わしが雨戸を開けろというまで開けてはならんぞ。やはり筆に墨を含ませてしばらくついたての絵をじーっと見ておりましたが、よし開けろ、へい、歩きがガラッと開けるってえとお天道様がさっと差し込んでくる雀がパーッと抜ける途端にふっという間に描き上げた。さあ、描けた。これを見ろ、へい、あ、肌が、あっち少しでいいって言ったんだ。こんなについたていっぱいに、なんですこれは。なんです、お前のマミエの下に二つ光ってんのは何。わかりまして、くり抜いて銀紙でしょ。それはね、それはそうなんですけど、わからないものはしょうがない。なんなんだ。これはね、ここに鳥籠が書いてある。鳥籠、これがどうしてこれが鳥籠ですね、これは。あ、鳥かごだ。へえ、へえ、中にちゃんと、泊まりにも ありますな。今出てったスズメが戻ってきた、あそこに泊まるから待っておれ。途端にスズメがスーッと戻ってくるってえと、鳥かごの中に入ってしばらくの間ぴょい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 飛んでおりましたが、ピャーッと泊まりに収まった。どうだ、これでよかろう。はあ、恐れ入りました。これでスズメは助かったぞ。そうすか、ありがとうございます。失礼でございますが、あなた様のお名前、いや名前などはどうでもよい。このスズメを描いた者は年頃25、6、色の白い小太りな男だな。あ、マミエの太い目のギョロリとした男であろう。おっしゃる通りでございます。いつまでたっても絵心にぬかりのあるやつだとわしが申してたと伝えておきなさい。それではなおさらのことお名前を。いや名前は言わずとも絵を見ればわかる、と言ってスッとお帰りになった。これがまたうわという評判が広まる。二度目に大久保川の神様がご覧になった時には千両上がって2000両でございます。もう夫婦はこんなになっちゃってね、何をしてんだろうってんで、わけがわかんなくなっちゃった。黒羽舞台一所もんつき、仙台平の袴を履いて両刀を束さんだ立派なお武家、許せよ。えい、あ、どう。どう、いらっしゃいまし。お泊りでございますか。いや、無沙汰をしたな。えい、すまなかったな、遅くなって。あの、どちら様で、忘れたか。わしだ、わしだ。お前のうちに何かもいて死に参上って酒を飲んでいた男だ。あなた、まあ、どうもようこそお帰りくださいました。いえいえ、あんまりね、お綺麗になって立派になられたんで、おみそれいたしました。誠にどうも愛しません。さあどうぞお帰りください。おい、大変だよ。一問もお持ちでなかった方がお見えになったんだ。こっち来てご挨拶。まあようこそお帰りくださいまして。いや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 、ああ、そう丁寧に挨拶をされるとな、こっちも痛み入る。
ああもっと早くに参ろうと思ったがなかなか思うようにな、あいかんで、すまなかったな、ん心配をしたであろう、いやすっかり迷惑をかけたと思ってそればかり、いいとんだ迷惑どころの騒ぎじゃないや、あた、あた大変な名人なんでございますね、あたが書いてくれたあの雀のおかげでもってね、うちはバカな班長でございますが、今だってこうやって大変な、にぎやかさでしょ、これなんだね、雀のお宿ってんですから今ここは、ありがとうございます、何しろね驚きましたね、あなたがはっきり言ってくださるようにこっちもいろいろとの失礼のないようにしたんだ、あの時どうも誠に申し訳ない、でね、驚きましたよ、もうとにかくね、大久保川の神様お殿様が千両であのついたて買ってくださるってそうおっしゃったんですよ、おおそうか、それはよかったな、うん売ったか、いや売りません、だってあと売っちゃいけないってから、正直な男だな、うんあの雀はお前にやる、いただけるとありがたありがたいただけ、そうなるってえと実は2000両なんですよ、なぜそこで1000両値が上がれ、あれどのぐらいかな、もう半月ばかり前だったかな、62歳になりますお武家様がね、お泊まりになりましたあの絵をご覧になって、この絵にはぬかりがあるとこうおっしゃったんですよ、何この絵にぬかりがある、なんだ、泊まりには書いてないから島に疲れて落ちて死ぬってんです、泊まりに、そうか、そうだ、泊まり木を忘れておった、で、どうした、その方がね、鳥籠を書いてくださいまして、今その中にスズメちゃんと元気でいますよ、何鳥籠を書いてくださって、その中にスズメが入っておる、誠が、よし、見せろ、二人でタン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 って向かい上がってきて、どこだ、これが、どけ、やはり思った通りだ、間違いはない、長らくご無沙汰をいたしております、ご不幸の段平にご容赦のほどほどなくお目にかかれます、ちょっとあなたやだやん、誰もいないところでいきなりねついたてに向かってお辞儀して妙なこと言い出して、や気持ち悪い、どうしたんです、この鳥籠を書いてくださった方はわしの父だ、本当のお父さん、なるほど、名人のお父さんだけのことはありますな、そうですか、どうしたんですよ、あとあんな汚い格好でうろ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 してて、いやーわしが心得違いをしておったのでな、感動をされたが、この度このスズメのことで感動を揺りて国元へ帰るところだ、そうですか、そりゃよかった、あたそういうことで恩を返すのが一番の親孝行ですよ、あた親孝行ですな、いやわしは親不孝だ、ついたてを見ろ、大事な親を籠かきにした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。